埼玉理想な銀行浦和中央支店埼玉銀行は、かつて存在した銀行。地方銀行として発足し、後に都市銀行に転換した。統一金融機関コードは当初は0132、都銀転換後は0032。スイフトコードはサイビジェープジット。埼玉県及び埼玉県内の大半の市町村の指定金融機関を自宅し、通称銀で、 県民に親しまれていた。埼玉リソナ銀行の源流である。本店は埼玉県浦和市に置かれ、今日では埼玉リソナ銀行埼玉営業部とされている。埼玉県道65号埼玉沙って線沿いに、所在した地銀時代の本店や、前身の部州銀行本店跡地には、現在、埼玉リソナ銀行浦和中央支店が立地し、 同店の正面入り口前の広場には、時計統計モニュメントが設置されている。1950年6月、成立した首都建設法によって、埼玉県は同法における計画区域に入った。また1956年4月に成立した首都圏整備法によって、埼玉県内の主要部分は、近郊整備地帯に含まれ、首都圏の中心部と位置づけられた。 これによって、かつて全国一の高知率を誇っていた農業圏であった埼玉にも変化が生じ、高度経済成長期である昭和40年代には、県南部が東京のベッドタウンとして開発が進展し、人口が急増した。こうした状況から、肥沃な金融市場に目をつけた都市銀行や他県に本拠を置く、地方銀行、相互銀行が続々と埼玉県内に進出してきた。 埼玉銀行は年々競合が激化する状況を踏まえ、首都圏における優位性の確保、経営体質の強化を図ることを目的に、昭和30年代半ばから都市銀行移行を検討する部署を校内に設け、1969年4月には都市銀行への転換が成就した。また、本店の所在地は変更しない、地元優先の営業方針を貫く、 業名は変更しないを経営方針として掲げ、さらに通称をサイギンとしイメージ戦略を展開した。そして成長力のある埼玉県と東京都西部で確固たる基盤を築き、1990年当時の総店舗のうち約6割を埼玉県内に集中し展開するも東京都区内への浸透では苦戦を強いられていた。1990年4月、 金融の自由化や国際化を睨み太陽神戸、三井銀行が合併によって誕生するなどの環境化、同年初化、1985年から都市銀行としては初めてとなる第三次オンラインシステムを共同で構築し、さらに新商品開発にも共に取り組むなど気心の知れた中であった共和銀行に埼玉銀行から合併を打診。 翌1991年4月に台頭合併。今日は埼玉銀行として発足し、1992年、朝日銀行に解消した。この合併の直後には、旧埼玉銀行時代におけるバブル期特有の不祥事が露見し、マスメディアを賑わした。埼玉県内の中小銀行が集合する形で発足したため、店舗網は、 埼玉県内が中心であったが、南部、西部、北部で当時発展していた町に偏っていた。1944年に安田銀行に九州合併された日本中屋銀行の店舗を中心に東京三玉地域及び埼玉県内の大半の店舗を譲り受けた。これによって、戦後の多摩地区と埼玉県の発展を受けて規模が拡大することになり、 近県の有力賃金である横浜銀行や千葉銀行とは異なる道を歩むことになった。1960年代から1970年代には京橋支店を東京営業部に格上げしたことにより事実上浦和との日本社制となり多摩地区、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県など首都圏各地や自動車産業と関わりのある愛知県、大阪、 札幌などに出店した。なお、北海道拓殖銀行と同様、看板は本拠地である埼玉県内店舗では、通称の詐欺に表記、首都圏外の店舗の看板はほとんど銀行名であった。その後、埼玉県のベッドタウン化の進展により、1980年代までに埼玉県内のほとんどの市町村で出店あるいは出張小出店 1980年に東北新幹線開業を見据えた仙台支店やバブル経済到来による取引拡大を狙いに空中店舗のため池支店、浜松町支店など東京都心部にも多く出店するようになったが店舗の3分の2は埼玉県内に所在した。1983年9月にカスカベ西口支店に偽の夜間金庫が設置される事件が発生した。 1991年1月1日から銀行のテレビ CM が解禁されるのに合わせ、それまでの尾型県に加え、鉄骨飲料の CM 出演が話題になっていた和潮伊佐子も新たに抜擢され二人が CM 及び店頭ポスター等のイメージキャラクターとして起用されていた。また共和埼玉銀行発足後には二人のほか、共和銀行のイメージキャラクターであった、 中山美穂も加えた3人が個別あるいは一緒に、訴求対象に応じた CM 等に出演していた。ありがとうございます。